さあ今日も練習します。いいよ。で、即、まず8番やん、8番やんでストップを作ってよいしょかな。ちょっと油断するとね、結構この動きが甘くなるので、それをしっかりと意識してやります。よっ。でこれね、本当この骨盤を左に置いとくというのが僕にとってはかなりね違和感のある作業なんで、これ本当しつこくしつこくやんないと身につかなそうです。それでここから左足を踏んで、もう本当全然いってねって感じなんですね。だからこれを引っ張り合い作るためには、このやっぱり左の膝で膝を足の方に押し込んでというか引っ張って、左腕との引っ張り合いをやっぱ作りたいですね。でこの状態からでもここで引っ張り合いを作って、そこからこういう感じですね。ここがちょっとサボるとなんか見た目がねかっこよくないんですよ。やっぱり引っ張り合い、強烈な引っ張り合いはやっぱりこの結構左のこの辺ポイントかなと思ってます。よっ。この日骨盤をね左に寄せておく、これがこんなに違和感があるとは。 でこのまんま腹筋は、今結構腹筋は使えるようになってます。そこから持ち上げる。すごいねこれ。もうここで頑張る、頑張って。おお、もうストレッチって感じ。すごいねこれ。まあなんか打ちながらトレーニングしてる感じでいいですねこれね。もうだけどね、もうこの辺のこのインパクトのことはね、もう考える必要ないですね、はっきり言って。もうここでフェースの開きを作れるんで、これだと。もう開いたり閉じたりできますから、調整できるので、もうあとは胸郭って感じで下ろせばまあいいですよね。すごい、だから結構ね熱く当たってる感じもすごく実感してます。はい、もう一回で、このアドレスから引っ張り合い。おー、熱い。まあ、ちょっと今捉え方薄かったですけど、インパクトゾーン的には結構長いかなと。はい、あ、それでこのスイングでドライバーでも打てますかという質問が入ってましたけど、まあ、僕は教わってる立場なのでね、答える資格はちょっとないので、今度水橋プロに会った時に聞きますけれども、まあドライバーでも同じように打てるかなということはできるので、ちょっと今日やってみようと思います。よいしょ。ドライバーでも骨盤左に押し込んで骨盤立てて、はい、でこの姿勢を作ります。そこから同じように引っ張り合いを作って胸郭で、おお、できてるから。さあ、からまあこれもね、もうフェースをどうこうする意識がもうこの辺ではないので、ただもうなんか素直に当たる感じですね。まあちょっと今このリリースをあえてやってる感じもないです。それはちょっと無意識に行えるようになっているのか、できていないのかちょっとまだ分かりませんけど、まあ、とにかく、このアドレスを作って骨盤左に寄せて、でパタ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 ですね、パタパタでこうで、こっからですね、こっから胸郭、
さあ、いきます。骨盤立てて左、骨盤左立てて、でここで、で、おお、どうなんですか。して、おお、これだけどあれですよね、ドライバーを打ってみて感じるのは、やっぱりドライバーというクラブってやっぱすごいエネルギー持ってますね。もうここで下ろす時のその何て言いますかね、エネルギー、弾性モーメントの強さっていうのをすごく感じて、もう何もできないですね、振り下ろしたら。もうあの、で、もうかなりエネルギーあるので、もう引っ張られたら自然にフィニッシュまで行っちゃいますね。これはあの、引っ張っててくれますね。そこがアイアンとはちょっと違うところかもしれません。はい。で、はい、骨盤を左で立てて、起こして、で、持ち、引っ張って、さあどうだ。うん。まああの、まあ打てますよね、はっきり言ってね。すごいやっぱスクエアに当たってる感じはするので、あの同じことを、まあ、ドライバースイングに応用してもいいのかなという感じです。で、やっぱちょっとあのただやっぱ今言ったようにエネルギー、振り下ろす時のエネルギーが全然違うので、まあこれはこのままでいいのか、まあ少しドライバーを調整というかなが必要なのかはちょっと今度また三橋プロに、聞きたいと思います。なのでまあちょっとアイアンの練習に、また戻りたいと思います。よいしょ。